この試合は置いといて、私のことを喋っていいですか？おい、岩谷真由出てこいよ。おい、女子プロ大賞を取って有頂天か。ああ、カエス様はこんなに24日までにハードの試合組まれてよ、お前はタッグマッチばっかりか。ああ、扱いが違うな。まあいいよ。おい、新規場のお前らに一つ言ってやるよ。岩谷真由ワールドオブスターダムチャンピオン、お前そのベルト今日で最後だからな。おい、新規場のお前ら、よくこの後バイティでツーショット撮っとけよ。はい、12月24日後楽園で必ずそのベルトを取る。おい、2019年、お前の風を吹かせたらもう終わらせるわけにはいかねえんだよ。あ、来年から影様が考えていること、それを果たすにはそのベルトが必要なんだよね。だから岩谷真由、お前も、そしてブシロードも、全部この影様と大江戸隊がかっさらってやるからな。楽しみにしとけ、ボケ。負けたんだ、そう、ごめんなさい。みんなは知らないと思うんですけど、このベルトって、赤いベルトって今まで実は3本作られているんですよ。3本作られてて、この今自分が巻いてるベルトっていうのは初代の高橋、名前出していいのかな、某七重さんしか巻いたことがない、まだ実は新品なベルトなんですよ。おーって言って、もっとおーって言って、おー、そうなんです。でもこの新品のベルトをさっき飯田にちょっと壊されました。でも旗揚げ当初からあるこの赤いベルトを自分が1期生として受け継いで、今自分の手元できちんときちんと新しい歴史を作っていくので、ここで影津に負けるわけにはいかないっす。このベルトは絶対渡しません。でも年内最終戦、あんたと戦えることが本当に嬉しい。最高の試合をして、お前をどん底に落としてやる。